1年目からじゃあ1年のローテーション入ってた、はい、1年目に、まあ、ローテーションというか、まあ、先発もね相当薄かったんで、うん、終盤はこう先発をさせていただくことが多かったですね、うん、まあ、リリーフ配線処理とかもやってて、え、じゃあプロ初登板が細く4月15日ですね、開幕1軍だったんです。あ、そうか、そんな高校 でプロ開幕1軍ってすごくない？いや、すごいことなんですけど、まあ、それだけありがたいことにロッテの投手陣の層が薄かったというのが、まあ、正直なところ。その時の、はい、ロッテの軸、村田兆治さん。あ、やっちゃった。村田兆治さん。兆さんね。はい、で、牛島さんが先発に転向する。そっか、牛さんが中日から来てたんだな。はい、抑えから先発で転向。あ、俺が入った年か、中日ロッテに来たの、落合さんが取れるの。そう、はい、おは1年分の時は、はい、で、宋克夫さん、あ、宋さんね、で、園川さん、あ、園川さんね、で、お名前が言えない方が一